まだボールをキープ。2番の川村です。10番の中山にボールが渡って、7番の浜中、左サイド19番藤井亮平が走り込んでいる。藤井亮平まだボールをキープ。11番の高松は真ん中にいるが、高松ボールをキープ。右足打っていくか、まだディフェンダーかわしてシュート、右足ゴール。先制点はたたら、前半の8分です。11番高松大輝でした。高松大輝の左足でした。キーパー西田及びません。先制点たたら学園。いや、高橋アナウンサーのリポートでは後半勝負かなという話があったんですが、マクさん、早々と先制点です。そうですね、ちょっとプレッシャー不足ですね。あんだけ持たれてシュート打たれてますからね、キーパー反応できなかったですね。高松、なんといっても中国選抜、国体選抜です。